お疲れ様です。いやー寒いですね。めちゃめちゃ寒いです。とうとうダウンですね、私。今福岡ですね、11度なんですよね。ちょっとですね、寒さの限界ですね、これが。いやー私、東北にいたことはあるんですよ。5年間、岩手県には住んでたんですよね。で、岩手県に住んでる時は、マイナス経験してますし、だいたいこれ東北の方わかると思うんですけど、冬に1度ですよ、1度。だったら、まあ要は氷点下じゃなかったら、あ、今日あったかいねって言ってたんですよね。考えられないですよね。ただ人間恐ろしいもので、やっぱり体っていうのがその地にこう慣れてきますよね。私も福岡に4年住んでますから、もう完璧にですね、この福岡、要は九州の体になってますから、11度っていうのは、もう耐えられない寒さなんですよね。外歩いててもだって寒いですもん。もう当然ながらですね、3日ぐらい前から、もうエアコン、暖房ですね、ガンガン入れてんですよね。いやー、ちょっと参ったな、とうとうこれ冬来たなっていう感じですね。まあ福岡、まあさすがにマイナスはないんですけど、まあ年によって雪降りますからね。5度とかは普通になるんで、だからですね、ちょっと嫌だなっていう感じです。釣りもだんだん嫌な感じになってきますからね。ちょっと勘弁してくれよって感じになってきましたね。まあでも改めて思うのが、もう私はですね、北日本には行けないですね。住めないですね。もうそういう体になってますね。明らかに、西日本の体になっちゃってるんで、いや、これもうダメだなと思いました。まあ、それがいいかどうかわからないですけどね。いやー、今日はですね、さっき、なんか、あーと思うような記事入ってきましたね。池田大作さんがお亡くなりになられましたね。公明党を作られた方ですよね、1960年代に。いやー、まあ、創価学会って言ったらもう池田大作さんっていう感じだったじゃないですか。だから、ね、公明党の人たちも、ちょっと今日は衝撃的なっていうか、すごいびっくりした日なんでしょうね。まあ、私は創価学会じゃないんで、まあ、そこまでじゃないんですけれども、まあ、創価学会の方多いですからね、すごい、喪に服してるんでしょうね。まあ、ただ一つ私思ったのが、やっぱり、宗教で、宗教の要は〇〇って言ったら、誰々っていう風に、個人名が出てくる宗教っていうのはどうかなってやっぱ思いますよね。だから、例えばね、創価学会だったら池田大作さんで出てきますし、幸福の科学だったら、大川隆法さんで出てきますよね。まあ、大川隆法さんも亡くなっちゃいましたよね、ほんと。亡くなられましたけれども、で、オウム真理教だって朝原彰晃とか、そうやって出てくるじゃないですか。じゃあ、仏教はって言った、まあ宗派もいろいろありますけれども、具体的に、まあ大昔の人の名前出るか、ことはありますけど、パーンって出てこないですよね。まあ、ブッダっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、そういうふうに個人名出てこないじゃないですか、なんだかんだ言って。まあ、それはまあ宗教のことはあんまりね、言うべきじゃないんで、ちょっと難しい面はあると思うんですけれども、まあ皆さんも、ね、これ見られてる方で、ね、幸福の科学の信者だったり、統一教会、旧統一教会の、まあ、元信者だったり、で、まあ、創価学会なんか当然いらっしゃいますよね。で、だからそういう方もいっぱいいらっしゃいますからね。いろんな意見があっていいので、キリスト教もいれば、仏教徒もいるんで、だからいろいろあっていいとは思うんですけれども、まあ、難しい、宗教ってやっぱ難しいですね。そういうふうに思いました。これ結論出ないですよ。多分ずっと結論出ないですね、宗教に関してはね。まあそれはいいんですけど、皆さん、進駐加害っていう言葉聞いたことあります？私、聞き慣れなかったので、で、ちょっと調べてみたんですけれども、これ YouTube でちょっと見たんですよね。で、進駐加害って、要は新しいチャイナタウンみたいな感じですけど、もう、バリバリですね、看板も、お店の、携帯も、携帯、要は料理、メニューですね。すべて、もう中国らしいんですよ。中国。もう中国にある店が、そのまま日本に来て展開してるっていうような店が、めちゃめちゃ増えてるらしいんですよね。その池袋の北口で。いやー、これには驚きましたね。
池袋の北口って私学生の頃2年間住んでたんですよ。で当時私住んでた頃はその中国の雰囲気なんか全くなかったですよ、あの通りは。でなんかサウナがあって、あ、銭湯があって、で首都高ぶつかる方に進んでいったら北口から平和通りだったかな、あれで右側に古い本屋さんとかあって、あと食堂とか、もうバリバリ日本だったんですよね、私がいた頃は。ただそれがですね、どん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 変わってきて、なんか変なラブホテル街になったりも北口しましたよね。それで2005年らしいんですよ、2005年ぐらいからもうどん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 中国化が進んできて、もうチャイナタウンって言ってもおかしくないぐらいになってるらしいですね。でこれがですね、2005年にまず2つのスーパーマーケットができたらしいんですよ、中国の物産扱う。そしたらもうどん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 中国人が増えていって、で挙句の果てにはやっぱり中国人増えるっていうことは、まあ池袋自体留学生が多いですからね、留学生多いんで中国人が来るの分かるんですけれども、まあそうやって中国人増えるっていうことは食事を、そういう飲食店も増えますよね。でこれがですね、日本向けじゃなくて、さっきも言ったんですけど、もう中国の店が丸々来て、でそれがすごく増えてるらしいんですよ。それが100店舗とかそれに近く増殖してる、増殖っていう言い方おかしいんですけど、そういう風にしてるらしいですね。でこういうその新中華街っていうのが、その池袋の北口だけじゃなくて西川口とか、あと蕨とか、そういうところもどん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 拡大してるっていうのを聞いて、まあ聞いてとか見て、もうびっくりしましたね。これ本当にどっかで止めないと、とんでもないことになると思いますよ、これ。もう実際この新中華街って言われてる、その中国の店の特集もちょっとやってたんですよ、テレビで。それでアナウンサーがそこで入って食べてたんですけど、もう注文の仕方も全部わからないんですよ。もうだって、外観からして何の店かわからないし、まあ中華料理屋だろうっていうことで入っても、メニューがもう中国語なんですよね。日本語が全く書いてないんですよ。だから全然わかんないんですよね。使ってる食材も中国のものなんで。だから、それでですね、昔はやっていけなかったはずなんですよ。ある程度、日本人を対象しないと。だから私、広島でよく行ってた中華料理屋さんなんか中国人がやってたんですけど、まあそこの店は日本人に味を変えてたんですよね、日本人向けに。そういうことの、それを逆に話を聞いたりしてたら面白くて、中国ではこういうのないとか、こういう味じゃないですよとかいうのを話を聞いて楽しんでたんですけれども、まあ、それが10年ちょい前ぐらいの話ですね、広島だったら。それぐらいまではやっぱり日本向けにしないと商売に成り立たなかったんですけど、もう今はですね、まあこれ池袋の話ですけれども、日本人相手する必要ないらしいですね。もう実際そういう新中華街に来るそのお客さんは9割が中国人らしいですね。中華系らしいんで、だから日本人を相手にしないでも、もう現地の言葉、現地のその店の作りでやっていけるっていうので、で、なおかつそれがすごく増えてるらしいんですよ。で、私これすごい危機感持ってて、要は日本でその鶴橋のコリアンタウンとか、横浜の中華街みたいな、そういうところが、まあ、数箇所だったらいいんですよね。私も中華街大好きで、よく行きますから、昔はよく行ってたんで、だからいいんですけど、それがですね、池袋みたいな中心なところにボーンとできたり、で、あとそれがボン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 増えていったら、これも日本じゃなくなりますよ、これ。だって人数じゃ絶対勝てないですからね、国と国でぶつかった時は。だからそれを考えたらどっかで規制をかけないと、もうこれ好き放題やられてばっかりなので、ちょっとまずいなと思いますよね。まあ規制はある程度かかってると思いますけどね、その食材輸入するときなんかは規制かかってるとは思うんですけど、ただそういう新中華街みたいなのが増えれば増えるほど、それこそね、川沿いで違法に耕してる中国人いっぱいいるじゃないですか。で、あそこはああいうところ持って行ってますよね、多分ね。だからそういうのもどんどんその増えていくっていうかなくならないし、いやーちょっと怖いなと思いました。やっぱりこうやって着実にこう占領されていった場合に、これ取り返しつかないことになりますよね。これ土地なんかバリバリそうじゃないですか、北海道の土地なんか水源の。
もう取り返しつかないんで、あとニセコとかあの辺り、ね、もう韓国のオーナーとか中国のオーナーなんでしょ、あれ。だからもう取り返しつかないことになるんで、で、その先には日本の文化っていうのは間違いなく衰退しますよね。だって韓国人とか中国人が日本の伝統を守るわけないし、文化引き継ぐことなんかできませんからね。だから、どん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 おかしくなるなっていうので、ちょっと怖いですね。それであとタワマンも書いてましたね。タワマン。タワマンもですね、もう、最上階とか上層階、億単位のところは東京はもう、本当にもう日本人相手にするっていう感じじゃないみたいですね。やっぱり海外の富裕層、中国とか、あと香港の人ですね。まあ、香港も中国か。まあその、まあ香港は香港人か。の人を相手にしてるっていう風に記事には書いてましたね。で、その傾向どんどん強まってて、この福岡もですね、この辺りのタワマンの上層階って言ったら中国人なんですよ。で、福岡で、まあ数年前、2、3年前から話題になった西陣っていうところあるんですね。そこで駅の上にタワマンできたんですよ。で、すごいタワマンができて、めちゃめちゃ、こう、有名なんですけど、そこの最上階中国人なんですよね。で、結局はそういう風になるんですよね。日本、私たちからしたら2億、3億でめちゃめちゃ高いじゃないですか。ただ、海外の人から見たら2億とか安いみたいですね。日本みたいな先進国で、こんなに治安が良い国で、それも最上階で2億で買えるっていうのは安いみたいで、まあ中国人時代は土地買えないですもんね。個人で所有できないから、まあそういうのがあるんだとは思うんですけれども、だから日本のマンションを所有したいっていうのがあると思うんですけれども、ただいずれにしてもこれどっかで本当に抑えないと、で、対応がこれ国も遅すぎますよね。これさっき言った池袋北口は2005年からどん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 こう増えていったらしいんですけど、北海道の水もそうですよね、土地も。それもその頃よりも以前からずっとやられてますし、で、ここの福岡のこの土地に関しても、これ規制ないですからね。だからどん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 中国人買ってますよ。で、これは、じゃあどうしてお前知ってんだって言ったら、同じマンションの中国人の知り合いが、その不動産をもう扱ってんですよ。それだから情報が入ってきてるんですよね。で、私が言ってるこのチョコザップ。そこの近隣、大きいところの土地、もう中国人が抑えてるみたいですね。そういう話も入ってきて聞いたので、いや、これほんとまずいなっていう感じになりますね。いや、ちょっと怖くなりましたよ。まあ本日は以上ですけれども、まあ本当に自分たち日本人っていうのは厳しくしないし厳しくできないですよね、外国の人間に対して。だからそれが本当にマイナスで、まあ他の国の人から来たら優しい民族で、ああいい人だっていうふうに言うんですけど、裏返したら舐められてるっていうことですよね。舐められてる部分もすごく多いので、だからちょっとなっていうふうには思いました。自分も反省ですよね。やっぱり言うべきことはきちっと外人に対しても言わないとダメだなっていうふうには思いますね。まあそれが将来どうつながるかわからないんですけれども、みんながちょっと一つ一つちょっと変えていったら、特に国が、こんなことはなってないんでしょうね。こういうふうにどんどんどん侵食されるようなことは、それは思いましたね。まあ以上です。じゃあすいません。意見はいろいろあると思いますけど。じゃあすいません。失礼します。